皆さん今一番熱いゲームって何か知っていますか？ポケモン。アーキレットです。今何時？今9時39分か。来い。よっしゃ、来た来たよ。よっしゃ、やっと来た。オッケー、行きましょう。どうも、アーキレットのドキです。今日はアーキレット攻略をしていきたいと思います。投稿主はめちゃくちゃ緊張しているため手が、まずプヨの割合攻撃が痛いので処理します。魔導士は基本ビジョンベースで倒します。うまい。魔導士は触れることに赤色、宝石と変化するので赤の防御ダウンさせるように倒します。甘いもんは直殴り。強すぎ。やりますね。レンジローの持ってるキラー M はアーキレット以外に刺さります。まずは手順通り魔導士を赤で倒します。うまい。次にビレリですが、甘いもんと違いビジョンベースでしか攻撃が当たりません。これをまずプヨリーノ倒して動きやすくします。魔導士処理。あ、やってんぞお前。これは船下ろされる簡単。魔導士を倒し損ねると投下してきて攻撃が当たらなくなります。なのできちんと赤色にしながら全処理しましょう。今のハレンジローのドライブバルス。これで防御ダウンしたので反射員は直殴りで倒せます。ほぶしで。ここも先ほどと同じで魔導士を赤色にしながら全処理します。次に甘いもんは直殴り、ビレディはビジョンベースで倒します。拳で。やってみて、恐ろしい。ついにボス来た。
魔導士を全処理しないとアーキレットも同化します。防御ダウンに成功。ボスはターン数が多いので慎重にやりましょう。これはチキってダメージ出せず。利用ってるやついる？いねえよな。ボスも直殴り。レンジローはゲージを切ると重力がなくなるので揃えやすいです。ドライブパルスでの処理は後で説明します。どうした、まだまだそんなものではない。もっと力を見せよ。不要処理、不要処理。は神キラー持ちなのでアーキレットに刺さります。また弱点キラーもあるので 1.5 倍も伸びます。いいダメージ。そうよ、その調子を。そうやって私を下げすめばいいわ。ドライブパルスは最初に当たった敵が強制的に伝達順が1番に変更される。2番目以降の魔導士は画像の通り順番に伝達するので伝達例を確認しておこう。この場合4を赤にしておかないといけない。わけわかんねえだろ。今のは魔導士1にバルスが飛んだので4を赤で倒す。どうした、まだまだそんなものではない。ラスゲが肝。ここでパッチを打つと、ワールド1体を赤で倒しておけば強化されないので次にボスへ攻撃がいける。お望みとあらば教えましょう。より効いてからなドレッド。レンジローの SS は遅延なのでボスにもザコにも使いやすいです。お望みとあらば教えましょう。より効いてからなドレッドのもの。欲しい。そしてピレリは遅延されてるため効果攻撃はされず。弟を救えねえで。ピレリ！名乗れっかよ。君たちなら死んでもあいつを守ってやるぜ。共に来てくれるな。おめでとう。